YouTube のラジオマッコバリフティングザ24チャンネルのフリーキングです。はい、というわけで今回はですね、前回ね、まさかもう一回やると思ってなかったんですけども、前回前にね、1000円自販機で一回ねやって、まあ黄色い時計が出ました。皆さん覚えていらっしゃいますでしょうか。でですね、その動画ね、僕のチャンネルの中では比較的ですね、再生回数が多い、ベスト3か2に入っているぐらいの、まあ、再生回数の多さになったんですけれどもですね、帰りに僕高校行ってたんですけど、高校の帰りにですねちょっと見かけましたので、パート2ということでですね、もう一回やってまいりましたので、そちらの映像をまずはご覧ください。というわけで早速やっていきたいと思います。では行きましょう。入りました。さあ、いろんなところが光っておりますね。どこをしましょうか。そうですね、第2弾なので2個目で行きましょう。レッツゴー。いい音しましたね。見てみましょう。白い箱です。何か書いていますね。何でしょうか。何が書いてあるんでしょうか。1かな。わからないですけど、紫のインクで何か書いています。今日はオートフォーカスの調子がいいですね。うん、はい、というわけで家に帰って開封していきたいと思います。ではレッツゴー。はい、というわけでですね、まあ恒例のですね、白い箱が出たんですけれども、私はまだ開封しておりません。すいませんね、ちょっと。はい、というわけでですね、今日それで出た箱はこちらですね。ちょっとごめんね、孫健のリュウさんね。はい、こちらでございます。はい、紫のインクでね、なんか位置的なものが書いてあるんですけど、一体何なんでしょう。フォーカス取り合ってない。外に行った時はね、結構ねいい感じだったんですけどね。まあね、画面いっぱい白なので、そんなにねオートフォーカス気にする必要もないかもしれないですけどね。未開封です。振ってみましょう。あ、やべやべ、なんか乾いたものと箱が擦れ合う音がしますね。何かビニールにくるまれているんでしょうかね。重さはそれほどありません。そうですね、こちらにね、古い電子辞書があるんですけども、こっちの方が重たいです。電子辞書の方が重たいです。ではまあ早速開封していきましょう。手ぶれ注意です。ではレッツゴー。レッツゴー何回言うの。では行きましょう。ちょっとね、こうね、今ね開けるとこもねお見せしたいんですけれどもね、片手だとね非常に開けづらいんですよね、これがね。ちょっとね、ちょっと周り結構汚いんで映らないようにね。はい、あ、僕はまだ制服です。はい。では早速開けていきましょう。私は見ません。いきます。まあ見ませんですけどね、顔出てないから信憑性ないんですけどね。では私は左を向いておきます。では開けます。ゴー。見えたかな、どうでしょうか。では私も見たいと思います。このくだり必要なかったような気がするけど、見ます。これえ、嘘、え、これえ、時計っぽくないですか。しかもなんかこのおもちゃ的なね雰囲気を醸し出している時計ですね。
では早速ね、ちょっとね、はい。ちょっと、ちょマジか。何この紫、あ、緑のこれ。何これ。いや、色統一せえや。マジか。おぉ。まあ、早速ビニールから開けてみましょう。はい、というわけで開けましたね。はい。なんかこんな感じ。まあね、このカメラを通してだとすごいね、エメラルドに光っていい感じなんじゃねって思うんですけど、周りのね、色がね、ちょっと電気消しますね。やべえ。電気の当たりがいい感じでちょっとかっこよく映ってるね。まあでもまあ、かっこ悪くはないですよ。そんなね、言うほど。なんも言えねえ。ってやつですね。はい。ね、裏はね、なんもないです。ただのね、はい。ほら、iPhone 6 Plus が映ってますね。はい。時間合ってないですね。合ってるどころか、まず動いてもいないですね。え、これ、どうやって動かすの？あ、あった。はい。まあ、ね、これを取れば動くんでしょうけどもね。これ調整は効くのかな？あ、一応調整は余裕で、いや、それは時計ですからね。1000円払ってね、これで調整効かないって言ったら、ちょっとね、泣きますね。はい。つけていくことはないかな。まあ、一回つけてみましょうか。はい。よっ。はい。というわけで、つけてみました。いかがでしょうか？まあ、これ今から行くと苦情じゃないですよ。苦情じゃないですけど、言わせていただきます。このね、このシリコンの部分がね、なんとも言えない百均感を出しておりますよね。はい。文句ではございません。文句ではございません。あくまで、私、個人としての、意見というかね、感想です。はい。これがレビューですからね。はい。うん。はい。ですね。うん。うん、いいですね。この、1000円自販機感。はい、今ですね、こちらにですね、この説明見たんですけども、名前にですね、シリコンラバーウォッチダイバータイプって書いてあるんですよ。これダイバーって言ったら、あれですよね。ダイバーって言ったらスキューバーダイビングですか。水に素潜りで潜るみたいなやつですよね。で、それでつけていけるのかなと思って、結構いいんじゃねとか思って、ご注意を見ると、防水ではありません。水漏れにご注意くださいって書いてありましたね。うん。まあ、詐欺とまではいなせんけどもですね。まあ、なんとも言えないですね。うん。はい。僕ですね、中学校の卒業祝いにですね、ちょっとですね、時計を買ってもらったんですよ。こういうね。こういう時計を。まあ、開封動画あげようと思ったんですけど、時間がなかったんであげれなかったんですけど、このね、G-SHOCK のカシオのね、14,000円ぐらいで買ったんですけど、ヨドバシで。ね。まあ、これは紛れもなく G-SHOCK の本物なんですけどね。まあ、皆さんはね、わかるでしょ。これと、これ。どっちつけてくって言われたら、まあ、はい。まあ、この先は言いません。皆さんのご想像にお任せしますね。はい。まあ、こっちの方がいいっていう人もいるかもしれませんしね。このね、緑具合がすげえいいよっていう人もいるかもしれないので、これ以上は何も言いません。はい。というわけで、ね。まあ、こんな時計が当たりました。
はい、というわけでですね、この何とも言えない感を味わえる時計をもらいました。もらったんじゃない、1000円で買ったんだ。はい、何とも言えない時計を1000円で買いましたっていうとちょっとね、損した感じがあるんですけれども、うん、まあ動画のネタになるものを1000円で買いました。はい、なんか損した気分、これは日頃ねお世話になっている方に、ファンキーステムさんにもねあげようかなと思いますね。はい、せいつけねえだろう。はい、というわけでね、あの親愛なるファンキーステムさんならつけてくれるでしょう。というわけでですね、まあね、多分ファンキーステムさんのね最後動画のね最後に時計ありがとうっていう言葉がね、多分、乗ると思うんですけどね。はい。というわけで、こちら、柑橘セブンさんにですね、1000円で送りたいと思います。では、本日もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。以上、パート2でした。バイバイ。この動画、面白いなと思った方は低評価。低評価じゃない。高評価お願いします。それとですね、また、チャンネル登録、ね、本当によろしくお願いいたします。Please subscribe! って感じです。はい。チャンネル登録ボタンの出し方がちょっとわからないんですけれども、わかった場合は多分今画面に出てると思います。というわけで、さよなら。次回の動画でお会いしましょう。